回は新エピックガチャから登場したバルセロナ伝説ブースタービジャー名称やっていきたいと思います。バルサビジャかっけーということで、昔ビジャね、マスターリングオンラインっていうね、プレイステーション2とかでやってたね、ウイレの、まあ、今でいうマイクラブモードみたいなのあったんですけど、ビジャがむちゃくちゃ強くて、バルサビジャ、あの頃のビジャが帰ってきた。バルサのビジャのこのエピックのアイコンかっこよすぎるし強いしでね、ブレセルがウィングストライカー、ウィングなんで、これまでのビジャだとビッグタイムのスペン熱がデコイランだったね。前線で中央もできるのが強いよね、ビジャで。今回ね、この育成でまずは使っていくんですが、実はね、このビジャですね、ブースターが ST 起用でマックス総合値、裏総合値ですね、105までいくんですよね。105です。シュートプラス2のボルコン決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメーター2上がりにより強えわ。ウィングタイプでさ、このオフェス円決定力、これはなかなかいないしね。ボールコントロールも高いんで、個人的にダブルタッチからのね、インパクトシュートだったり、ダブルタッチからのコントロールカーブ、これはですね、おすすめでございます。個人的には、まあ、ウィングも真ん中もどっちも強いかなって思うんだけど、どっちかというと点の取りやすさは真ん中ですかね。真ん中のセンターフォワードもしくは ST で起用の形で、あとウィングで使う場合は逆サイドから来たところでね、ほんとフィニッシャーみたいな感じが使いやすいかなと思います。ということで早速ですね、今回はこちらのブースター裏総合値マックス105ビジャね、で裏総合値105の育成方法もね、動画後半の方でまたね、使う前に解説していこうと思うんでね、軽くぜひご覧ください。ビジャいきましょう、ゴー。それではブースタービジャいきましょう。好調、ウィングからですね、この逆サイドからこういう感じで経由してビジャが最後フィニッシュみたいな、それが理想なんですけど、まあでもやっぱり簡単にはね、いかないからね。お相手さんも多分強いと思うんでね、4-1-4-1 4-1-4-1の場合サイドハーフが降りてくるからね、結構ウィングにパスが通りにくかったりはするんですが、まあそれでもその中でもビジャでね、点を取っていきたいと思います。理想はゴール、そしてまあアシストも取っていきたいですね。で一応、まあ、ビジャを使うにあたって、でそうだね、どこでどう攻めていけば、うおー、ちょっと湧いてくるな、結構。お相手さん、結構プレス早いですね。だったら、ビジャーが抜けた、ここ。ナイスタッチ。ねえ、部下よさくん、やっぱサイドアウトが戻ってきてるんだよな。よし、カウンター。ナイスタッチ。きたー、タイミング完璧。止めてくんかい。ナイスキーパーだね。でも今のトラップ、ボールコントロール力とね、ダブルタッチから突破までの。ただ、ここはチェフか。チェフ。結構、お相手さん、ボールに来るんだよな。いやー、メッシ、完璧な動き。そして、ビジャがいる。今の崩しはもう最高だ、これ。メッシの動き出し完璧だし、で、ここでエトーと思って、こっちの選手の方がさ、ペナルティエリアな人いるというね、最強の状況が生まれました。いや、あれはメッシの動き良かったな。そしてビジャのワンシューが、きっちりと決まっていく。マジビジャ最高。ちゃんとビジャいたもんね。で、ここは1対1を仕掛けるふりして、ビジャ。オッケー、うわ、シングルルーレット、かっけー、マイボーじゃないんかーい、マイボーじゃないんかーい、イエス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 。細かいエリアはボルコンとダブルタッチでガンガン抜けるんで、これね、ハーランドはマジ怖い。反発ステップ、いや、ナイボ、オッケー、ギンドアン、うわ、キーパー反応えぐいな、これ誰だっけ、チェフか、そうだ、チェフだった。ビジャ、ビジャ、
ビジャー、はい、ナイバー来たー、ビジャー、ウィングストライガーでここフリーの位置でいるんですよね。だからこそ見てるアシスト、まあ、最後のボールもパーフェクトでしたね。よーし、まず1試合目からですね、ビジャーの大活躍。チェフこれよく止めたな、いいコース行ってるんですけどね。ビジャーのねウイング、まあ、ドリブル含めですね、ほんといろんなことができるからね、楽しいですね。ビジャっていける、ビジャって、ビジャってこうぜ、ビジャービジャービジャー使ってる方多いね。来たー ST ビジャー、裏総合値めちゃ高パターン、確かにこの位置での ST とかもありだね。来たー、オッケー、さあビジャー決めます、落ち着いて、よく間に合ったな、さすがブースター101エドで100発110ビジャコンがね。マジかよ、何それ、もうボールさ足元ない状態からでもダブルタッチできるっていうね。お相手のディフェンスが入ってるところでもボルコン98から必殺技っすね。もういやー、ビジャのさこのタッチがめっちゃうまいんよね。そしてこれアンタッチ、あービジャいいよいいよいいよ、よっしゃー、ギリギリのスラ、これはマルディーニ神スライディングよ今ので、これをマルディーニまだも弾けば勝ちだ、マクシムナイスビジャー2得点。ビジャーのさこの顎のちょびひげが好きなんですよね、顎ひげのちょびひげ。ビジャーにボール入ってね、まあ、ダブルダッチからの形もあるし、で裏総合値が105っていうね、脅威のビジャーになるので、これは強いわ。おー、いい、メッシ受けてビジャービジャー、いやふー、ネイマールやめてください、届けちゃっちゃおん、オッケー、ネイマール、さあでビジャーが完璧なタイミング、そう入る、キック力の高さとね決定力、そして裏総合値105のね、あのもうバランスの良さ、数値高いからね、であのエリアでビジャが持ったらもう絶対入ります。マジビエラ神、さあ横向きからいっちゃいます、ミドルシュート、気持ちいい、ビジャミドル最高に気持ちいい、何度打ってもやっぱ気持ちいいね。ビジャ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 ー、おお、これは強いぞ。マキシム&ムバッペがね絶好調を引いてるんで、ここ行ってあとはいいかな。キーパーどんなルンマですか、どんなルンマに一撃をですね、ビジャの一撃、いやーいけるか、いやー左足の精度がですねそんなに高くないんで、まあ、今の場面とかはまあ惜しいという感じですね。さあビジャが、ビジャの抜け出し、よっしゃー、ちょっと下がり目だったり抑えポジション入ったりしてもう一回戻ってですね、マジストレーカー無印、多分ダブルタッチ効果とかさそういうところの警戒が入ると思うんだけど、これがあるんですよねビジャ、だから強いと、ギリギリで勝っていきたい、よし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 、さあきたー、これですね必殺ダブルタッチ効果、この右サイドからビジャに当てるパスですね、ここが強いんで、右サイドが右側から、で左足だとちょっとさっき外しちゃったみたいに精度のところがそこまで高くないんで入らないことがあるんですけども、
ただそれでもやっぱり強いと思う。ここでドンとはならない？大丈夫、これまるでに間に合う。大丈夫、うそー。いや足裏からーチートすぎる。いや足裏からーチートすぎる。やっぱビジャのね、この足元と得点力。さあビジャハットトリックで勝利からー、よーし足裏総合値105ビジャ ST、本家最強。裏総合値105ビジャね、絶好調。これ総合値どうなってんだろう、よりエグいことになってたね。大石さんウイングですね、基本ウイングストライカーなんで、まあ、ウイング起用がねメインなところにはなる選手なんですけど、このねやっぱ真ん中での起用強いから、単独で突破するタイプじゃないですけど、さあ来たー、これ完璧だ、これぞビジャコンかね。やっぱね裏総合値105のね刺さるんすよね。だから単独突破っていうよりはもうかわしちゃってね、ちょいかわしシュートみたいな。ということで今回はバルセロナ伝説ダビド・ビジャブーサー名称でした。技術高い天気メルストライカーすぎるよねビジャ、ぜひ皆さん獲得して使ってみてください。ショーサーボー。